はい、どうもラウンズフィッシングでございます。やってきました、ゴーゴーチテドラです。ちょっとね、後ろの方にね、もうすでにもうちょっと川寄りに行きたかったんだけど、もうちょっとルアーの人が入ってるんで、まあなんだろう、最近来てるいつもの付近ぐらいになっちゃったのかな。だと、このテドラを見るとね、で今潮がね、満ちてるか引いてるか知らないんだけど、まだ若干上がり気味な気がするということで、もうここで、ここのね、立ち位置でやるか、そこの下に置いてやるか、まあ、ちょっと迷ってるところですけど、先にね、餌を混ぜたいと思います。今日のね、餌、無料のかね、精米所で、ご自由お問いくださいってある。ぬかです。これ多分ね、大体量的には1キロぐらい。と、パン粉1キロと、この前ね、行った、残り。グレだよね。あ、そうそう。パン粉だらけの残りがいっぱいあるんで、これを混ぜて、いきたいと思います。だから、今日はもう、オキアミとかジャンボ、プラス追加ではなくね、もうほぼパン粉でいいかな、みたいな感じで、これを混ぜていきます。というわけでね、仕掛けを組んでおります。今日はね、もう完全に普通のグレ仕様というか、まあ、前回と一緒ですけども、ライアームの GP1 号ね、フル IM ガイドなんです。最初からね。合ってるよ。で、ディールも一緒です。C2000DX2 レバーかっこいいでしょ、これ。で、浮きも DRG の0からスタートしたいと思います。多分ね、この前の感じだとグレはね、結構浮いて食ってるんで、まあ、ハリスもね、とりあえず C が150度、1号。で、一キロ取ってやってみようかな。まあそんなにね、こう水深深くないんで、まあ一キロ取ればね、もうなんだろう、仕掛けが立った瞬間にはもう水深の半分ぐらいいってますからね。半分近いぐらいか。なのでまあそんなにね、まあ黒ならまあ浮いてくるはずなんで、いるかわかんないけどね、今日曇ってるから、なんとも言えないけど、まあそのついでに死ぬも狙っちゃうかなみたいな感じで、今日はね、狙っていきたいと思います。
見えるから。あれ？あ、今日黒釣りなんですよ。もうタックルから巻きえからね、黒釣りなんですよ。あれ？いや、もうかけた瞬間からなんか変な、もう叩きよったんで、あの、もう なんだろう、あ、これもうなんだろう、グレちゃねえなみたいなのはもうすぐ分かったんですけど、何やろうかみたいな。でもまあ血主なんで一応あれ、これ血ぬじゃねということで、完全に血ぬですね。サイズは40-41ぐらいですね。わかるかな。ちょい多毛は、うん、難しい。尻尾までね、こうなんかこう画面だとちっちゃく見えちゃうからしょうがないんだけど、40オーバーです。ちょっとリアクションに困る。食ってきたのはもう浅いですね。一ヒロ半とかじゃないですかね。アリス一ヒロでこの、塩系があるじゃないですか、黄色い、あれが見えなくなったぐらいの時です。だからもう2ヒロかな。いや、1ヒロしか張り付ってないから、まあ入って1ヒロ半から2ヒロぐらいの間です。で、取ってきました。針ももちろん、あのウクレー針かな。今日かかりすぎプチブトの4号を使ってます。あれもう嬉しいような、悲しいような。もうノッコミ終わってますね。だ、本命来た、本命。これが本命っすよね。わかる。はい。一発目がでかいのわかるかな、ほら。多分、30弱かな。27、8ぐらい。来ましたね。棚はさっき食ったチヌの棚と一緒。だから、まあ、湧いてるわけじゃないけど、いいね。いや。青っぽい。いや、でかいもんだって。このね、この厚みもある。わかりづらいけど、このね、ほら、厚みもあるから、よう引いた。もうちょい大きかったらな。でもこれでも十分煮付けとかできるサイズだよ。わっとっとー、あー、うんと切られた。今のは正直、持って帰ろうって。海に落ちちゃった。今もさ、もう多分ね、29とか多分そんぐらいだったと思うんですけど、まあ胃を超えてる感じ。だから持って帰って食べようかなっていうのはちょっと思ってて、こう一回前に出して食べようかなと思ってたら、あの離脱しました。多分ね、あのぐらいのサイズいると思うんですよ、今年結構。まあ今日波紋は見えてないですけど、釣れるかなっていう感じです。よし。ちょっと嬉しいね。やっと黒が来たんで。今日の本命は黒なんです。以上。
はいはいはい、見てこれ、ほら腹パンパンな黒っすよ。これも30ギリないかあるかぐらいですけど、仮面で見ると細いな、なんか超お腹パンパン。やべ、俺手がでけえからね。ほら、こうちゃんとやればほらでかく見えたでしょ。ハリス今滑って半分落としたのでダラダラと、ということで、持って帰ろうと思います。ちょっと煮つけとかして食いたいんで、これぐらいだったらいいよね。へアベレで多分これぐらいだと思う。あのこの前の波紋からしてね、はい、まあまあ楽しめるサイズだと思います。はい、めいたね、めいた。33C かな、ペッタペッタ。31-2でーす。チーム2-3ぐらいあると思う。痩せてるからね、短く見えるね。はい、なんで今日黒釣りなんですけど、えって感じだ。なんていうの、今ちょっと釣り方が難しくて、なんていうんですかね、あの潮は結構右にこう飛ぶに飛ぶ手前ぐらいじゃないけど、こう結構こうガン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 流れてる。でもこの表面だけは風がね、やっぱこっち別府方面に吹いてる。潮はねこっちの坂の関の方面に結構ガンガン流れてるんだけど、表面だけはこの風の影響でね、もうほんと表面だけ、ほんとこのぐらい表面だけはこっちに流れてる。で多分ね、普通の釣りだったら何て言うんだろう、息ごと沈めてこう行けばいいじゃんって思うじゃないですか。でもね、この食ってくるタイミングがすごい早いんですよ。これ実際ね、多分一広ぐらいで食ってたと思う。だからその何ていうのかな、もう仕掛けがもう馴染む前ぐらいにもう食ってるような感じ。うん、俺もどう説明していいか難しいんだけど、だからこう浮きごとを沈めていっていると、もうねラインに当たりが来ないんですよ。全然わかんない。さっきの黒とかも全部そうだけど、当たりがね来ないんですよ。浮きごと沈めてると、もう回収しようと思ったら食ってたみたいな感じなんですよね。だからそれで食わせるか、浮きをギリギリ浮かせ気味にしてると、でも巻きでもうずれちゃうんですね、すぐ。わかるわかる軽くガンダムで 1,2 個足しただけでもすぐ右にスッと流れるんで、もう潮はガンガン流れてるんだなっていうのがわかるんですけど、だからこの辺また難しいよね。今日表層の滑りがね、思ったより強いんで、浮きを浮かせてるともう浮きずっとその位置変わらないんですよ。で仕掛けだけこっちに抜けていってるっていう感じで、だから絶対ずれちゃう。そこの判断はね、すごく難しいところで、できるのは浮きを浮かせた方が当たりがもう一瞬で出るんで、すぐで分かりやすいけど、沈めてるとなんかこのまだラインがこうピシッと最初が綺麗になってないのかな、分かんないけど、出にくい。分かんない、俺も経験その、まあ、いいや、それチーム逃がして続きあります。はい、釣れました。まあ30、うわ、ただ血がすげえ。ちょ、針飲んでるから。30そこどこぐらいで。見てこれ。わかる？これ。針す、超短いから。ちょっと絡まってるけど、これ。棚これ。やっと食った。浮いてるから、こうね、どうしようかすげえ迷ってたけど、もう思いっきり浮かせろと思って、浮かせて、食いました。引くね、引く。もう30センチクラスで、しかもこう梅雨暮れでもう超えてるから、もう腹パンパンだからね、これ。美味しいわ。ということで、続きを頑張りたいと思います。うわ、また落ちちゃった。外れてまー今の30ぐらいだね。楽しい、超楽しいんです。
これ見てこれ。今の仕掛け。わかるこれ。引かせやってる人ならわかると思うけど、固定です、固定。固定でこの棚。今ね、25センチぐらいかな。20から25センチ。多分ずってね、20センチぐらい合わせたんだけど。これだけあれば十分ね。針ここだからね。わかりづらいけど。はい、お持ち帰りの分は十分あるんでね。まあ、あと1匹2匹釣ったらいいかなっていう感じです。うわ、カメラ明るはい、ということでね、終了したいと思います。ね、もう時刻がね、もうだいぶ下がっちゃって、19時37分です。もう黒がね、早い話湧かなくなったんですよ。だからまあもういいかなみたいな感じですね。で、まあまあそこそこ遊びましたね。湧いてる時はもうその湧いてるのに対してもう針数を短くするっていうのかな。もうこれですからね。今ちょっと長くしてこれなんで、まあ30そこそこならまあ楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで片付けよう。もう全然。もう全然わかんない。さっきもう10分ぐらいまでこう、もわ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 って言ったけど、そのもわもわも大きいからね。まあだから来てもね、楽しめるかな。あとテトラで何回か切られたのはまあ、内緒じゃねえけど、何回切られましたね。34、5あったかなっていう感じ。なんかね、どうしてもなんかこうでやると、チヌの寄せ方をしてしまうのか、なんか難しいんだけど、切られましたね。あれは1匹はちょっと大きかったと思います。もう姿まで見えたからね。34、5はあったんじゃないかな。はい、ということで、片付けしたいと思います。はい、ということで終了しました。あー、今日はきつかった。なんかだるかった。きついっていうかだるかったっていうのに近いかな。はい、でね、今日の、晴れてるな。今日の釣果です。ちょっと分かりづらいですけど、まあ、30センチ、30で多分超えてるかもしれないけど、まあまあね、太いグレー3匹お持ち帰りです。おまむし。はい、そんな感じで照明当たるとすごいね、上がりです。もうね、夜8時なんですよ。はい、ということで、今日はね、帰りたいと思います。なんだろう、途中ね、なんかなんだろう、サンマじゃないけど、なんかね、こうサンマのようなものがこう海面、トビウオじゃないけど、なんかこう飛んだんだよね、海面を。なんかわかる、ダツとかサヨリ、いやサヨリよりは太いんだよ。なんかサンマぐらいのこの縦の厚みがあるようなやつ、だからダツかもしれないね、がピョンって一回飛びましたね。いや、飛ぶけや、そっか、脱の可能性があるか。はい、まあ、そんなのがあったり、あと、スズキだかな、多分シーバスと思うんですけど、目の前をガボガボヤシャーなんか行きましたね。姿は分かんないけど、多分、シーバスだと思います。しかも、多分結構大きいんじゃないかな、80とかあるぐらいじゃないかな。水の波紋で言うとね。ということで、帰りたいと思います。黒はね、まあ煮付けかなんかして食べようかな。刺身はちょっと面倒くさいんで煮付けで食べようと思います。ということであります。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。